はい、皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、すっごく面白い、バグを見つけたので、見つけたというか、ちょっと教えてもらったので、今回そちらをやってみたいと思います。まあ、教えてもらったというか、牢屋をすり抜けるバグがあるよっていうのを、ちょっと教えていただいて、じゃあそれを応用していろいろできるんじゃないかということで、ちょっと考えたというか、たのが、この徹夜編の、牢屋の奥にいるスクワットにいるじゃないですか。このステージ、古びた通路のこの隣ですね。この炎の上にこのスクワットに、本来こうやってやっても入れないんですよ。ここ開けれないんで入れるはずないんですけど、あのスクワット鬼に触れたらやられるのかどうかちょっと試してみたいと思います。で、やり方なんですけど、牢屋への、まあ、あの突き抜け方というか、別にこの扉の部分じゃなくてもいいんですけど、ここで歩きながら歩いたと同時に メニューを押したと同時に上にやると行くと、要はこのカメラを押した瞬間にこの青鬼が止まるこのバグと一緒で、メニューを押した瞬間にちょっと上に行くと上がれるんですよ。行きますよ。早速もうやりたいと思います。はい。あー、ダメだ。この今じゃダメなんですけど、一瞬ね、哲也くんが上に行くんですよ。ダメか。ちょっと何度かちょっと何回か、あ、 OK。 今一瞬動きましたね、哲也くん。これで一歩できるんですけど、まだ行けないんですよ。もう一回行きます。ほい。ダメか。タイミングが中、 OK、 来た。さあ、これで中に入ることができました。はい、なんとスクワット鬼のこの壁のところ行けることができる、中に入ることができるんです。で、このスクワット鬼に、まあ、これ多分まだ触れてない判定だと思うので、多分この1マスですね、この1マスに触れると果たしてどうなるのか。これ動、あ、ここ行けないんだ。このスクワット鬼がこうやってスクワットしてるところは。あ、ここ行けなくなってますよね。見えない壁がありますね。よし、じゃあ行きますよ。さあ、行きます。行きます。あ、どうなる？はい！あ！あ、触れれないか！あ、あー、触れれないのか！ちょっと待って、こっちは？あー、やっぱあれか、もう青鬼っていうより、物体判定なのかな？物体っていうか、もう物判定になっちゃってんのかな？これ多分。ですね、おそらくこれ。すごくない？この映像。あー、そうか。物判定になってしまうのか、これは。あー、なるほど。おそらくこれはもう青鬼判定じゃなくて、もうそういうね、物体ですよっていう。これさ、ここでさらにメニューでさ、中行けたりしない？ほ、行けない？ほ、無理か。さすがに無理ですね。これ物とかには無理なので、いや、でもここ行けたの嬉しいな。で、戻り方なんですが、もう一回同じ風に、この、檻で、こうやってちょっとずつ戻っていくと、で、く、ふっ、よし、できた。はい、こういう感じで、戻れます。はい。なので、これをちょっと応用して、今度、ミカの、ミカ編っていうか、これですね、操り人形鬼がいるところ、の前、僕が神鬼と操り人形鬼っていうところで戦わしたんですけど、これのここの檻ですね、ここもできるのかちょっとやってみたいと思います。まあ、行ったところでなんかなるわけではないかもしれないんだけど、よし、来た。一歩入った。 OK、 来た。はい、こういう感じですり抜けることができるんですけど、まあミカはね、基本こうやってやってもいけないので。で、実はこのバグを応用して、とある、まあ、バグっていうかね、たけしですり抜ける病院のところもあるんですけど、そこのバグをね、使った動画がおそらく明日か明後日上がると思うので、よかったらそちらを見ていただけたら、すごく面白いバグなので、はい、ちょっと先に言っておくと、すごい、かなり衝撃的なバグでございます。はい、ただ通れるだけっていうではなく、うん、かなりバグり倒します。はい、ということで、今回はこういうちょっと紹介というかね、スクワット鬼に触れると、まあ、どうなるかっていうのと、まあ、こういう感じで、メニューボタンを押して、牢屋のね、中に入れたり出たりできますよっていう動画でした。ということで、じゃあ次はちょっとこのまま終わるとね、ちょっともただの検証動画になってしまうので、青鬼オンライン久々に行ってみましょうか。久々って言っちゃうとあれだけど、どうぞ。さあ、行くぞ。よし、それじゃあ行きましょうか。タッペンスタート。さあ、そしてちょっとね、気になってることがありまして、もうこれシーズン終了まで1日なんですけど、まだアップデートの事前情報が出てないんですよね。事前情報というか、アップデートのがまだその、なんか
軽度のバグ修正とかそういうのしかなかったので、ね、しかもこの新青鬼、まあ、新青鬼のシルエットが出てこないのはまあまだいいかなと思うんですが、大丈夫かなという、ちょっと僕が最近青鬼オンラインの動画っていうかね、ちょっと減ってきたのがそのせいもあるので、ちょっとなんだろう、マンネリ化してしまったっていうと、なんか別に批判とかじゃないんですけど、まあ、やっぱりちょっとワクワク感ドキドキ感がちょっと、あの青鬼3のあのワクワク感ドキドキ感ちょっとやっぱりなんだろうな、多分ね青鬼3やった人だと分かると思うんですよ。やっぱり青鬼オンラインと青鬼3ってもう常になんかもうドキドキ感が違うじゃないですか。もちろんその青鬼オンラインもありますよ、もう本当に最後の5人とか6人の時のあの攻防、やっぱりなんか青鬼3だと常になんかどうなるどうなる来る来るうわみたいな青鬼ね。なのでちょっとまた多分明日かなアップデート来ると思うので、まあその時にまあ新青鬼が出てこなくても、そのなんだろう、新しいガチャとか、あでもガチャはないのか、ガチャは来ないからステージかな。いやでも大丈夫かな、なんかなんか何も変わらなかったらちょっと正直どうしようかなと。おーっと、なぜでしょう、おかしいですね、これバグってますね、どういうことですかね、あれなんでロッカーのところがあるのにこれなんかずっと作業中になってますけど、どういうことで、あ消えた、なにこれ、これロッカーなはずだよね、なぜか入れず、なぜか入れず作業中になってしまうと、なんだこれはまあいいや行こう。なるほど、すべてないと。なるほど、こういう系はすべてないんですね。じゃあ上、なんか、ってことはバグってる可能性がある。あ、でもここのロッカーはある。ん、どういうことだ、そして作業中が全然取れんのあいつ。ここで私は、OK、ガスマスティン、ありがとう。他になんかないところとか、やっぱりこういうなんか、バグが発生していると、ほら、ここにロッカーないね。でもさっきのと、ああ、作業中になる。なんだこのバグ。なんだなんだ、検証がバグの検証をやると、青鬼オンラインもバグってしまうというのかね。あそこ、あれがマスターの方ですね。レベル70かなんかのマスターの 方だったと思う。で、ボットの人は相変わらず動かないと。OK、OK、大丈夫、大丈夫。まあでもやっぱり、ドキドキするよね。楽しいよね、オンライン。さて、こっち大丈夫そう。で問題は毒切りがまだ全然見えないので、どこに毒切り来るのかちょっと把握しておきたい。来たな、金髪鬼か、これはちょっとあえてここにいよう。ああ、私のとこ来るのね、オッケー、大丈夫大丈夫、金髪鬼、たかが金髪鬼ですよ、大丈夫でござる、バイバイ。おーっと、まだいるのか、いるかね。そしてボットは完全スルーされていると、どういうことかね。なんでスルーするのかな。よし、オッケーだ、青銭10枚。うん、まあ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 。また来たね。よし、オッケー。あ、え、2人、え、今当たんなかった、あれ今当たったよね。まあ、ラグいや、ちょっとまずいか、これ。さすがに2人はまずいか。オッケー。今当たってたよね。なんで来るの、なんで帰ってくるの。ちょっと神鬼みたいになるのやめてもらっていいかな。2つのなんか三つ編みが神鬼っぽいよ。危ね。どうする、あ、3体もする。これはもう行こう、逃げよう。ちょっと待って、なんかずっと狙われてるね。待て待て、とりあえずじゃあこっち行こう。オッケー。よし。なんかあそこ守りたいものがあるのかな。また来た。ちょっと待って。生存者43人いるけど、まあボットでだいぶ減るとは思うんですよ。ボットでだいぶ減るとは思うんですけど、あ、え、ちょっと動くな、危ない危ない。そうだ、透明だった。どうする、いや、めっちゃ追いかけてくるやん。すごい追いかけてくるじゃないですか、この人。待って、じゃあ。嘘だろ、あ、嘘だろ、嘘だろ、閉まってる。透明で見えない。え、もう毒切りここ、来てんの、え、ちょっと待って、おかしくない、あー、なるほど。ここにあんのね。オッケーオッケー。あー、よかったよかったよかった。オッケーオッケー。いやー、でも、なんかすごい毒切りが面白い動きしてる気がする。いただけますか、私ガスマス、うん、まあ仕方なきことです。いや、なんか十分に動いてる人少ないんじゃないかな。いや、でもいるか、プレイヤー一応いるな。ここかな、やっぱりここが最終地点なのかな。いやー、うん、そうだよね、さっきの牢屋のところもすぐもう早々に毒切り来てたんで、ってなるとここが最終地点になりますよね。じゃあちょっとここにいます。ガスマスティン、ありがとう、やったで、よし。さて、さあ来てくれ、タマウス。来てもえんやで。
3人いましたもんね。でもかなり1人追いかけられてたから、もしかしたらしばらく青に来ないかもしれない。あ、来たと思ったら肝を引いた。さて、これ重なってる？重なってるかわか、あー、うう レベルアップやったぜ。よし、それじゃあもう一戦やりましょうか。ちょっとランクがやばいな。まあ多分 SS ランクは取れると思うんですけど、ちょっと怖いですね。 S ランクになったら相撲は欲しいな。結構見た目的にすごい良さそうな感じするんですけど、結局なんか限定っていうかね、ランク報酬のキャラクターはまあでも全てスキン集めたいっていう気持ちはあるんで取るんですけど、やっぱり使ってるけどやっぱり限定ガチャに結局行っちゃうんですよね。この金ちゃんとかね、浦島とか、そのカボチャもそうですし、なんかやっぱりそっちに狙いを定めてしまうので、それがちょっと申し訳ないんですが、いただきましょう。なんかアニメキャラと本当何回も言うとね、コラボしたりとかねしてくれたら本当にガスバスティン、なんか出るまで当てたいなみたいな。それこそね、よくね、そのコラボの達人といえば進撃の巨人じゃないですか。YouTube 界の誰だ、コラボよくしてる人わかんないけどさよくコラボする実況者みたいな、そんな枠で進撃の巨人いるじゃないですか。うん、あれ自分のチャンネル全然更新してないけど、なんか他のチャンネルの人のところにすごいいるよねみたいな、そういう立ち位置の進撃の巨人さんもよかったらね、その青鬼オンラインの世界に入ってきていただけたら嬉しいなと。さて、どうする、これは無理ですかね。ですね、これどうしよう、口ってみるか。ああ、大丈夫、オッケーオッケー、ローラースケートあるから何も問題はないのだよ。でまだ1体、まだ来ないはず、まだ青鬼は来ない、だから取れるか、取られる。おっと、どこで湧いた、どこで湧いた。あー、なるほどね、なるほど。危ない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 危なかったここにいよ。なんか青に3やった後だと、その青にオンラインの青にがすごい可愛く見える。あのね、青に3っていうか、その青にオンラインの場合やっぱりいろんなプレイヤーがいるから目移りするからいいんですけど、その青に3とかだともう一回自分が上行ったら絶対青にも同じ上行くし、自分が下行ったら青にも下行くみたいな感じで、結構ね、青にオンラインの青には結構自分が上行ったら青にはなんか下で避けたりとか、これランダム性なので意外と避けやすいんですけどね。青に3とか青に2っていうか本家のね青にだともう絶対ぴったりくっついてくるとか、もう AI が完全にしっかりしてるので、もう絶対逃げ切れないみたいな、もう機械的作業で無理みたいな、そういう感じですからね。おお、大丈夫だ、何も問題はない。下から来たら怖いからこっち行きます。 OK さて、ガスマスティンどうしようかな。ここに立ってると毒ガス来る可能性あるからここにいましょうか。で、宝箱まあ取りつつ、コングスキンってもう終わりましたよね、確か当たりやすくなるのが。だからまあとりあえずここに行って、残り11人か。毒霧が多分今回最終地点、牢屋のところこの下だと思うんですよね、ここだと思うんですよ。生存9でこんだけまだ毒霧来てないってことは、おそらく、そう、ありがとう、これ締めてくれるのはすごいありがたい。今誰追ってるんだ、とりあえずちょっと、あー、取られないですね。じゃあここでちょっとコングスキンを狙っていきましょう。コングスキンありがとうございます。うん、合わせに1枚。いや本当にさ、コングスキンなんか当初出た時に出るまでなんかその探すみたいな配信やろうかなって思ってたんですけど、やんなくてよかったなって心の底から思いますねさてどうしようかな。とりあえずこうして閉じちゃって、オッケーで開けて閉じちゃって、この閉じ閉じ勝負いいですね、面白いですね。残り3人か、残り3人どうする。いや、これはまだ開けるべきじゃない。どうする、向こう行って、いやー、毒切り下から来てる、これどうしような。ここで開ける、いやまだ開けない、
まだまだまだ。ここで開ける。ちょっと今回この牢屋を利用してみました。さあどうする？ん？どこに？あーなるほどね。はい残念、青鬼はすまんな。あーごめんなさい、開けてあげようか。どうしよう。いやでも逆に僕が不利なのか、この状況は。これはもう開けないといけない。いや開けないといけないな、これ。開けます。で何体いる？これ3体重なってる状態か。どうだ。いやこれは有利っちゃ有利、有利だけども、ん、大丈夫か。あの人今ガスマスク触れちゃいけないんじゃない？今触れると大丈夫ですか？あ普通にミスりました。